浪監督、スナイパーンライフルをもらう。あっ、長いな。みんな目が死んでる。目そらしてて草。狙い撃ち。正体は特製バッドテイスト調湿剤。現役時代に立浪監督は同社のシリカデルを使った調湿剤をバッドケース内に入れて愛用。梅雨時期などは特に湿気でバッドの重量が増加してしまうため、その予防に効果があるという。贈呈した副社長は、立浪監督は 5g、10g でも変わることで打撃が変わると言っていた。それが調整できる。今回は選手の皆さんに使っていただくということで贈呈させていただきましたと説明した。何個かに分かれたジャリエル入ってそう。打つ方は何とかします。ビシエド弾の補充。立浪が持つとなんか怪しいものに見える不思議表情、怖いね。これでバンドのフェンス破壊やね。バットの扱いを丁寧にしたからといってチーム打撃良くなるってレベルなの。パーンじゃ済まないサイズで草。タッツが持つと説得力があるよな。立浪、お前ら散々俺のことを書き込んだらしいな。覚悟はできてるやろうな。バットの湿気とかを気にする以前に打線そのものが湿気ってんだよ。絵になる男ってこういうことなんだな。